M。 ごめんね、髪少し伸びちゃったけど、一緒に歩いてくれるかな、ノア。ミオ、お前たちは。ならば塵となったのは。彼女は、もう一人の私は、そこにはいないわ。これが私たちの記憶。遥かな昔、この世界が囚われてから連綿と続く私と彼との思い出。私はどうしたらいい？あなたは、いいえ、あなたたちは後悔。後悔？こうありたかった、こうであるべきだったという私と彼の思いの結晶。本来は存在し得ないはずのあなたたちが今こうしてあることがその証。それで私に？でもそんなことをしたらあなたの命は。彼にとっても私との時が全て。終わらせたいの、もう。私たちメビウスはこの世界で生きる人々の命があってこそ成り立つ存在。命の向こう側にある多くの思いなど誰一人として気にも留めない。ただ貪って削り取って滅びの時を伸ばしているだけ。だから消えるべきだと。私が消えることでほんのわずかでも彼にこの思いが届くのならそれで十分。あとはあなたたちが歩いてくれる私と彼が行くべきであった道を。二人の行くべきだった道。信じられない。 N と M は
もう一人のノアとミオ。私はもう一人の私の思いを受け継いだ。彼女の全てをあなたに届けるために。全てだと答えてくれ。なぜ選んだ？なぜそっち側にいる？何のことだ？感じたんだ、この手に、あの感触は。思いは幻なんかじゃない。だけどあんたはメビウスになった。顔色一つ変えず命を刈り取るメビウスに。だからこそ聞きたい、あんたには残っていないのか、あの時の思いが。もし残っているなら俺はそれを。思いだと？俺の。俺の思いならとうの昔から変わらずここにある。お前だミオ。お前との時こそ俺の全て。そうか、消えたか。消えてしまったのなら再び紡げばいい。俺とお前の時を最初から。ノア、我が残影よ、お前が彼女を縛るのならばお前を消滅させ、奪ってやる。俺の身を。ああ奪うまでだ。その女は俺のものなのだから。言葉だけじゃ届かないのか、ミオ。ミオちゃん。ミオ、本当に本当にミオちゃんなんだね。心配かけてごめんね。こうするしかなかったから。感動の再会はそのくらいにしとくんだな。やけに熱いやつがこっちに睨んでるぜ。状況はなんとなく推察できるが、後できちんと説明してくれよ。ああもちろんだ。言葉が届かないのなら選ぶべき道は一つしかない。俺はあえてそれを選ぶ。ミオ。ええ、覚悟は決まってる。だがメビウスこそ世界そのもの。世界にあるべき俺はただ一人のみだ。